くんもそっち系にもしかしてこうなっていくかもしれない、うん、転がっていけばゴルクくんもまだね、うん、あの楽しみだな。で、だって実力あるから、ね、そうそうそう、うん、本当に実力はありますから ね、 ね、分かんないですね、うん、これから楽しみです、はい、うん、でこの回の最後の対決が、はい、あのフェテクさんチームと、うん、でジェイ君の、メインボーカルジェイ君のチームなんやけど、うん、でこの先ダン君のチームだ、そうダン君のチーム、ダン本杯さんでしょ、ダン覚えた、うん、ダン君チームね、うんうん、ダン君自身は、うん、まあ自分が G グループの1位にはなったけど、そんななんか自信満々な感じじゃないから、やっぱ実力がある子を選んで、うんうん、その子たちにちょっとリードしてもらおうみたいな感じの男の子やったね。だからいいんですよ、それはそれで正しいんですよ、うん、だって自分が1位になったから、じゃあメインボーカルやりますって言ったってもうね、うん、もう自分で首絞めるだけですから、うんうん、でもこのダン君の選んだのも結構よくって、はい、だからメインボーカルは J 君が あったし、はい、でラップも、うん、ハルト君がなんかすごい上手、うん、なんかメリハリのあるラップっていうか、声もいいし、うん、プロみたいだねって言われてたよ、うん、マスターさんに声質もいいし、うん、僕を選んでダンスも必要だよとか言って、本人に呼ばれてうわーってめっちゃ喜んでた、めっちゃ走っていっとったもんね、やったーみたいな感じ、うん、でもダンスも上手だけど、やっぱりラッパーとしてすごく、ね、うん、活躍しましたよね、うん、なんかだからここも結構いい人揃ってるなって感じのまま始まって、うん、はい、で練習の時もなんかその比較されてて、うん、まあ、J 君の歌声すごいいいねって言われてて、うん、でフェテックさんも、うん、うん、まあいいんだけど、なんかこう一人で聴いてるといいんだけど、うん、チームとして見たらなんかその歌声がちょっと、うん、浮いてるというかトゥーマッチな感じだよねみたいなことを言われちゃってて、でもフェテックさんからしたらなんか自分のいいとこをやっぱ見せて、高音がだから売りやから、そこをやっぱり取り入れたいなっていうのがあったんやろうし、うん、まあフェテックさんにしたら一番最初にチーム作りして、うんうん、でまあ、この曲で自分がメインボーカル行って、で、うん、自分のあの何アドリブとか入れたら、うん、うん、これはもう間違いないと、うんうん、で後のまあダンスとかいろんなことはまあハンビンとか他のメンバーに任せててよし、もうこれ勝ちって思ってたところに、うん、ねこのダン君が集めたところにジェイ君が入って、うん、あっち目をジェイかよみたいなとこで焦りもあるそうやな、圧倒的圧倒的なボーカル力で見せつけようと思っててね、そのアドリブもいいけど、うーん、どうなのねって言われて、うん、そこで直してくるのか、うん、いやそれをもっと突き詰めてやってくるのかっていうところで、うん、勝敗というかね結果がまあ決まってくるのかなっていうことやったんやけど、うん、今回はあのダン君のチーム、ジェイ君のチームパフォーマンスがあって、先にあって、ね、で次フェテクさんの方が発表するよっていうところで次回になったよね、そう、うん、なって、でもこのジェイ君、うん、ダン君の方のチームは、うん、あのもうみんな絶賛するぐらい、うん、なんかまとまりがあってすごい良かった、良かったよね、うんうん、まあなんて言ってもやっぱジェイ君が良かったな、良かった声が聞いてて気持ちいいな、うん、なんかもう、うん、あの、はぁーのとこも気持ちいいし、うん、その他のフェイクのとこもめちゃめちゃ良かったし、うんうん、これはもうちょっと難しいんちゃうかな、勝つのは K グループでもみたいな感じで終わったから、うん、だから、なんかわざとそういう風にしてんのかは、やっぱりそうなんかがちょっと今回は分かんなくなってきてる、私、次回の予告が。そやな、まあでも、誰や。アントニーか、うん、あそうアントニー君も結構いい、うん、美味しいとこはもらってたけど、うん、可愛かったけどね、はいはい、笑顔が、うん、人気があるから ね、 そうね、アントニー君、うん、でもこのその子、この子な、その子がすごい良かった、ね、うん、よかったよ、うん、ウームティーや、ウームティーか、ウムティね、ウムティ良かったよね、ウムティやった、ウムティ、あの帽子かぶったそう、うん、ウムティ君がね良かったね、センターっぽい子な、あの子良かったよね、だからまあ今まであまりこう注目してこなかったいろんな子が、うん、やっぱりここのこのチーム戦になってくると、うん、ちょっと見えてきて、すっごい表情も豊かで良かったし、楽しくなってきた、うん、いやこの曲もなんかほんで、まあまあダン君もね、うん、見事に無難に、うん、まあでもそのなんていうのポイントやっぱ抑えてた、うんうん、なんか可愛く自分だけこうやるとことか、いいポジションでね、いいで、うん、だからあのバランスの取れた、うん、いいチームやったなと思いましたわ、うんうん、でこれが次のね、そうちょっと触りだけ ね見せてくれて、うん、もうハンビンでキャーってみんななっとったけどな、さすがに、うん、そらなるわハンビンは間違いないと思うね、ね、
ちょっとな、今回のキーパーソンはフェテクさんやからな、そうそうそう、フェテクさんがどうなってるかっていうのがね、うん、ちょっと気になるところで、うん、続くで、はい、ここ今日までの順位発表がありましたっていうことかな、うん、あんま示してくれなかったんやけど、うんうん、50位ウームティーなどなど、60位から40位ぐらいまで最初にパッと見せてくれて、うんうん、でその後まあまあその辺は頑張れよみたいなね、この辺応援してる人はもっと、うん、あの入れた方がいいですよみたいな、まあ、下の方とで、うん、そこから上はもう9位から1位の3位から1位しか見せてくれへんかったから、まあ、この3、2、1はおなじみの3、2、1だから、うん、まあね、まあまあそうだろうねって感じの、うん、ジウン君、ヨジン君、ハンビンが1位みたいな、はいはいはい、うん、こうなってますよということやったんですね、うん、はい、まあまあ、あの、マチミナインとしてはね、ハンビン、マシュー、うん、ハンビン、マシュー、ジェイ。ジェイ、あ、ジェイ入った。確定。ジェイ、ジェイ、やっぱ、ケータ。ケータ。うん、はい。ハオね、うん、ハオくんね。うん。うん。で、5人は結構もう確定してるもん、ね。もう、あんまし動かなさそうな感じ。マチミナインです。うん。まあ、ユジン、ジウンくんがどうなってくるか、もうまだここら辺を保留かな、というの、うん、ようなところですね。ワン、ツー、ハオくんとかいいんですか、うん、まだ、どこまだ保留です。うん。マチミナインまでには、うん。確定まではいかないですね。うん。で、次回。で、このチームがやりますよ。ってなって、はい、うん、ちょっとね、もう負けてんだけどね、今回の予告に関しては本当になんだろう ね、うん、だからあの明らかにリハーサルの時はダメ出しされてる感じやんね、もうそんなんじゃできないよって言って、うん、落ちちゃうよって、うん、ダメだよって言われてて、一、はい、人がミスったらみんな落ちるんだよなって言われて、でも僕はあの高音がやっぱり取り柄だしっていうね、フェテクのあの葛藤ね、うん、やりたいしなって言って、さあ本番どうすんだろうっていうことですよ、うん、で本番っぽい、本番やったっぽい感じのとこも映ってて、うんうん、でそこでもうなんか、おみたいな。なんかちょっと、あまりにも申し訳なくてとか、みんなも、おみたいな顔してるのもあったから、これはちょっとね、わかんないんやな。うん、まあ、ただね、なんかね、さすがに本番はね、頑張ったと思う。うん、もうちょっと。うん、やっぱり、フェテク君のね、やっぱり、プライドもあるし、うん。うん、そこで急にもう変えるなんてできないっていうことで、うん、頑張ったと思うよ。そんなにミスはしてないと思う、うん、私的には。ああ、うん、これで言うぐらいな。あまりにも申し訳なくてっていうほど、あの、ミスはしてないと思う。うん。あ、じゃあどっちが勝ったと思う？でも、あの、J の方が勝ったと思う。あ、J の方が、ね。うん、やっぱり結局ね、うん。うん。J の方がちょっと勝っててほしいなとも。うん、勝ってると思うな、うん、ちょっとね今回だけはね、うん、ウームーティがっていう顔してたけど大丈夫だ、10チームが勝ってるから、うん、なんだろうね、あの顔、うん、何の時の顔なんだろうね、うん、ウームーティのあの顔、あのそれになんだろうねっていう、例えば個人個人の対決としてウームーティがそういう時の表情をまあ捉えてるわけで、チームとしてはもう勝ってますよ、ダン君チームが、うん、勝っててほしいね、でまあまあで、うーん、今回はそんなにむちゃくちゃな予告じゃないと思う。うん。うん、あ、そのままなんじゃないかって思ってる。うん、勝敗的にはね。うん、でも、ここまでペテクさんを攻めるほどのミスは多分ないと思うよ。ただ、普通に負けたっていうだけかなって感じ。そんな、もう、むちゃくちゃ外したとかではないということかな。うんうん、そうそう。そうであってほしいね。うん、こっちもね、うん、あんまりかわいそうになってくるからね。うんうん、もう、ほんと、僅差なんじゃない、うん、チームとしても。うん。でも、僅差で負けるぐらいがいいかな。僅差負けて、まあ、まあ、メインボーカル対決ではやっぱりジェイクの方がやっぱちょっと勝っちゃってたっていうんで、うんうん、それでのに関してはやっぱりフェデクさんも申し訳ないなってやっぱ思ってると思うし、うん、それより今度気になるリッキーね。リッキーは本当にすごいって言われたね。うん、リッキー、うん、リッキー気になってきてたけど、次回本当にすごいみたいな、なんていう、すごいちょっとリッキーが気になる。ね、リッキーとね、高橋も出てたね。そうなんだ、高橋ね、うん。上手になったから。そうそうそう。ちょっと次回ももう、うん、いいやっぱパフォーマンスが始まると盛り上がってくるよね、うん、これね、うん、みんな結構仕上げてくるし、50分近くなってるこれまた分けないといけない、うん、あと最後に、うん、さっきのパフォーマンス終えたチームの人たちだけやけど、うん、チッケムランキングを発表したいと思います、はいはい、うん、じゃあ5位、うん、今回は5人だけね、うん、5位からいきます、はい、5位ケイタくんです、 7.1 万回再生です、いいじゃない、
いいとこにつけてる。いいとこにつけてます、ね。いいとこつけてる。うん、で、4位。はい、4位。ゴヌクくんでーす。7.7 万。やっぱりね。まあでも、僅差だよ。7.7 と 7.1 だからね。まあ。でも、ゴヌクくんは多分一人すごい本当に良かったから。パフォーマンス的にはもう彼はもう間違いない。うん、大丈夫。本当に。もう見たくなる。そうそうそう。うん、で、はい、3位と2位が同じ点数なんだけど、うんうんうん、同率2位でいいのかな。はい、いいですよ。はい。がジェイ君とハオ君、おお、ジェイ12万回、ね、なるほど、うんうん、まあ、12万回見られるわなって感じの ね、うん、ね、あとハンビンかじゃで1位がマシュー君、うんうん、マシュハンビン君まだしてないからパフォーマンス、そうか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 、マシューな、そうだから、まあ、納得の順位だね。そう、マシュー君は19万回だからダントツなの、うんうん、でも良かったもんね、うん、本当に、うん、すっごいかっこよかったし、うんうん、まあ、なんといってもこの1位から5位までの4人が G グループっていうすごいことになってます、うん、今んとこね、まあ、ちょっとまた来週ハンビングとか出てくるからまた順位変わってくると思うけど、うんうん、まあ、でもなんか誇らしい結果になっているなと思って、まあまあまあね、私たちが推してる人たちも入っててよかったなって感じですね、うん、だからまあまあマシューね、あの自分が本来やりたいパートじゃなかったけれどもって、でも、まあ、マスターさんが、ね、そうじゃなくても全然いいとこ出てるよって言ってもらったように、うんうん、やっぱり、グループはグループにそれぞれの役割があって、うん、メインボーカルキリングパートだけがやっぱりいいわけじゃないから、うんうんうん、自分の役割をやってれば絶対目立てると思うんでね、うん、楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで、皆さんの感想はいかがだったでしょうか。はい、よかったらコメント欄にね、じゃんじゃんお書きください。そして、ここまで見た方は見たっちゃボタンポン押しておいてください。あとチャンネル登録まだという方はぜひともこの機会にチャンネル登録しておいてください。お願いします。はい、おかえりお疲れこんばんは。今日はまちみと夢まちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。